えぐくないこのデザイン、やば。いやこれもちょっとえぐいですね。いやこのシートやば。はいどうも、車かきはワンソクチームです。今回は価格も内装の質感も絶句する車、 BMW の XM 見てきました。もちろん試乗もさせていただきましたが、今回はまずその絶句するエクステリア内装編お届けしたいと思います。こちら BMWXM はですね、車両本体価格がなんと2130万円ということで、安いマンションだったら買えちゃうぐらいの価格ですね。もう車か家かというぐらいの価格です。そして組み合わされるパワートレインなんですが、 4.4 リッター V8 のエンジンにさらにプラグインハイブリッドが組み合わされているということで、エンジン単体でも489馬力650ニュートンあるんですが、さらにデュアルモーターが組み合わされることでシステム最高出力が650馬力800ニュートンメーターとなっています。度肝を抜かれるスペックという感じですね。でさらにこちらに特別使用車 XM レーベルレッドというね限定車、世界で500台、日本への割り当ては15台となっている特別使用車、こちら2600万円するんですが、こちらはなんと750馬力1000ニュートンメーターと、見たことない4桁ニュートンメーターってやばすぎんだろって感じですけど、まあ、こちらの標準仕様でも800ニュートンメーターですから、ちょっと私そこまでのトルクの車乗ったことないんで、この後のね試乗編もお楽しみにいただければと思うんですけれども、モンスターマシンとなっています。それでは XM エクステリアから見ていきたいと思いますが、えぐくないこのデザイン、やば、こんな車見たことないわ。こちらヘッドライトはね上下分割されるような感じになっていて、まあ、最近 X7 とかね、あと7シリーズとかもこういうデザインになってますが、上の部分がこれデイライトですかね、下の部分がロービーム、そしてアダプティブヘッドライトになっていて、コーナリングランプも兼ねていると思います。そしてこの巨大すぎるキドニーグリルですが、 XM のロゴがついてますね。いやーこの顔はね、出た時とかは賛否両論いろいろありましたけども、ちょっとねだんだん見慣れてきちゃってる自分がいますね。でしかもこのえぐいのが、この金色の縁取りがしてあるというところがなおさらね強調されてますよね。でさらにですね、サイドの方とかにもゴールドの縁取りがされていると。でオプションでホイールもねゴールドにすることができるということなんで、さらにねド派手にすることができると、中国市場とかをね睨んでっていうことなのかもしれません。ちなみにウインカーはこんな感じに光ります。この上のねデイライトの部分が光っていると、これねディミング状に光ってるんですが、ちょっと今ねシャッタースピードの関係でちょっと点灯して見えちゃってるんですが、これはですね、マツダのディミングターンシグナルみたいに鼓動ウインカーみたいにふっと消えてふっとつくような、そういうウインカーになっています。そしてちょっと寄っていきますが、このキドニーグリルの中見えてますね。これグリルシャッターとかはついてなさそうに見えますけどね。そしてこの下のバンパーのところもこれグロスブラックになっていると。でこうサイドのところスリット開いてますが、ちゃんとホイールハウスの方にエアを、ね、抜くこうタイヤが奥に見えますでしょうかね、効果があるという感じです。いやえぐえぐですね。ちなみにエンジンルームですがこんなになってます。 M パワーと書いてありますが、 V8 の8個の、ねシリンダーがあるイメージになってますが、そしてボンネットフードにもちゃんと遮音がされています。でツインキャッチもちろんなってます。そして剛性を高めるためのこういったね補強パーツいろいろついてますね。いやえぐ。そしてサイドの方ちょっと回っていきますが、 BMWXM のボディサイズは全長5110と、全幅が2005、全高が1755、ホイールベースは3105ということで、 X7 より実は 60mm 短いんですね。全幅は 5mm 広いということですが、 2005mm の全幅は実は X5 と同じ全幅になっています。まあそれにしたってめちゃくちゃでかいですね。サイドの方寄っていきましょう。いやこのホイールアーチのところはですね、フェンダーアーチモール、これピアノブラックになってますね。でこちらの車両にはですね22インチのホイールが装着されていますが、標準装着だと23インチと
ということで、これあえてインチダウンされているオプションが装着されているこの試乗車となっています。まあ、それでも22インチでもめちゃくちゃでかいですけどね。まあ、23インチとなると、私が納車されましたレンジローバースポーツとかは23インチになってますが、まあ、大体22インチでもよっぽどでかいですよね。レクサス LX でも最大サイズは22インチだったかと思います。でここにね M のロゴがついているという感じですね。そして、フェンダーのところに、ね、XM のロゴがついていて、ミラーもこのちょっとバットマンカーみたいな感じのデザインになっていると。そしてここからゴールドの縁取りが後ろの方回ってここまで戻ってきている、一周しているようなデザインになっています。そしてロアのところもね、フェンダーアーチモールから続くようなブラックのこういうパーツになっていると。そしてアウタードアハンドルのところもね、このクリスタル形状みたいな感じになってるんですよ。これ前後ともこういうねプリズム形状になっていると。まあ、B ピラーは当然ピアノブラックになっていて、まあ、フラッシュサーフェイスとかにはなってないですね。そしてリアの方回っていきますが、いやリアフェンダー周りもめちゃくちゃ力強いですね。あ、リアビューかっこいいな、ちょっと。で、ここのね、アンテナは薄型タイプになっていると。そしてテールゲートスポイラーみたいな形にはなってないんですね。でここ BMW のロゴついてますが、実はこれ、ね、反対側にもロゴがついていて、これがねなんかM1 っていう昔のなんかコンセプトカーなのか、スーパーモデルみたいなね、そういうののデザインを踏襲しているということでした。で、コンビネーションランプ、リアコンビネーションランプはこんな感じと、左右貫通するようなデザインではないんですね。リアウィンカーはこんな感じに光ります。ちょっとシャッタースピードの関係でね、こちらもちょっとなんか、点灯して見えちゃってますが、リアのウィンカーもふっと、ついてふっと消えるような光り方をしています。で XM というロゴがついているという感じですね。で、リフレクターがついていて、バンパー下部のところもね巨大な部分が、ピアノブラックになってますが、このエグエグだな。あ、これ本物ですね。これ4本出しの、マフラーになってますが、それぞれちゃんとマフラーにつながってますね。この隙間からもちょっと見えるんですが、いや、ぐいな。でここもゴールドの加色がしてあると。でディフューザー形状になっているという感じで、これもダミーじゃないんですよ。このえぐいデザインがすごくない？ちなみに助手席側にこの充電口がありました。ここねライトで光るようになってますね。続いて内装を見ていきましょう。ここのねなんかプリズムカットされてる、あ、ここもなんかこうちょっと飛び出るようななんかちょっとデザインになってますね。でドアを開けるとこんな感じ。いや内装からやばいだろこれいや細かく見ていきましょう。これね、バウアーズ&ウィルキンスのプレミアムサウンドついてます。そしてこのツイーターのところがまたおしゃれですね。質感もいいですね。でこちらヴィンテージレザーというね、なんかちょっとエイジングしてあるような本革になっているということで、この辺のねなんか模様もすごいおしゃれというか質感ありますよね。でこれ内装からこうターコイズみたいな感じになってますけど、いやこれもちょっとえぐいですね。でも質感めちゃくちゃいいな。でウィンドスイッチ台座もこんな感じになっていると。テールゲートのオープナーがあって、スイッチ自体もねこのサテンメッキされていて見栄えは良いですね。そしてこの辺もシルバーになっていて、でここがねアンビエントライトで光るようになっていると。あ、でこれなんだろう、シートなんだろう、これベンチレーションなんだろう、これなんだこれ、ちょっと後で確認しますが、これテロップ入れときましょうね。これ何なのか。シートベンチレーションのスイッチはねエアコンのところでも操作できましたね。そして、この下の部分まで全部レザー貼られてますね。いや質感やべえ。でカーテシランプも当然 LED のものがついていると。でこのポケットの内部もなんかここはカチカチか、ここがカチカチですね。でも、この茶色になっているという感じですね。中は機能仕上げとかはされてませんね。でドアの中央のところにもバウアーズ&ウィルキンスのでかいスピーカーがついていると。いやこれもおしゃれだな。で、ヒンジはごっつい鋳造製となっています。そしてシート、いやこのシートやば、質感めちゃくちゃいいな。いやこのターコイズカラーいいですね。で、シートのね調整のスイッチの部分もこれなんかピアノブラックになっていて、この辺も、シルバーになっていて、質感はめちゃくちゃ良いですね。で、当然ペダル類はですね、アクセルペダルはオルガン式になっているという感じですね。じゃちょっと乗り込んでみましょう。車高はね高いし、ちょっと A ピラーが結構迫ってるんで、ちょっと頭をかがめるような、入り姿勢になります。でドア閉めた音聞いてみましょう。
これね、ドア開けるとね、エンジン切れちゃうんですよね。はい、こんな感じの音がします。 BMW XM のインテリア前景はこんな感じ。いや、すごいな、いろいろな意味ですごいです。細かく見ていきましょう。システム入れてみましょう。これがね、パワースイッチですね。これデュアエロンっていう音がします。これもね、バウアースのいい音がしますね。今日ね、クソ暑いんですよ。39度って出てる。なのでちょっとエアコンのね、風が音がするかもしれませんが、ちょっとご容赦いただければと思います。ちょっと熱中症になっちゃうんでね。はい、細かく見ていきましょう。これね、カーブドディスプレイがついた、アイドライブ8になっています。なので私が乗っている X1 とかとね、同じアイドライブになってますが、あの X1 は残念ながらアップグレード の対象外だそうですが、こちらの XM とか高い車両に関してはアイドライブ 8.5 にアップグレードしてくれるかもということです。ぐぬぬですね、 X1 オーナーとしては。そしてエアコンメニューを畳みますと、こちら14インチとかだったと思いますけども、めちゃくちゃでかいディスプレイになっています。はい、こんな感じですね。あ、なんか地図とかもなんか斜めにカットされてますね。この辺の先進的すぎる見た目が果たして見やすいかどうか問題っていうのはありますが、まあ、このように地図の全画面は一応表示することもできますが、このホーム画面にするとこの斜めカットになっちゃうっていう、ここデッドスペースやろうってちょっと思いますけどね。この辺ちょっと BMW はちょっとデザイン先行しすぎる感がちょっと若干あるんで、これはあのユーザビリティよりもなんか本当デザイン優先しちゃってる感は若干否めないですね。はい、まあ、でもこのように普通に地図の全画面表示もできるという形になっています。でっか、地図でかいな。これでね、高速のパネル表示ができないという大欠点がアイドライブ8にはありましたが、 8.5 になったら解消してるといいなと思いますけどね。はい、で、まあ、エアコンの操作系とかは全部この中に集約されてしまいました。なのでよく使う温度とかはここにあってですね、でさらにこのシートヒーター、シートベンチレーションの呼び出しのこうショートカットはあるんですけど、中で基本的にはこうね、操作するような感じになります。でシートベンチレーションついてます、ありがたいことにね。そしてその下ですけど、これカーボンになってますね。おそらくこれカーボン調とかじゃなくて本物のカーボンだと思われます。でこの奥にもこれ多分巨大な、これ多分スピーカーじゃねえかなと思うんですけど、すごいですね。ここはエアコンの吹き出し口になってるんだ。いや、なんかすごいデザインですね。そしてエアコンのルーバー自体もこれこのね、ジョイスティックになっていてですね、ジョイスティックっていうかスティックになってましてですね、このように動かすと、で、風量を止めるときはこう縦にするというような感じになっています。でこの辺もピアノブラックになっていると。そしてその下はアンビエントライトで光るようになっています。この色とかもねカスタマイズできますね。そしてはい、ハザードランプは押しやすい位置にあるという感じですね。この辺はタッチセンサーというよりは物理スイッチになっています。でボリュームも物理スイッチになっていると。下はですね、これを開けるには、あ、こう押すと開くんですね。はい、そうするとドリンクホルダー、そして USB のタイプ A、 そして 12V のアクセサリーソケットがあるという感じですね。で、あ、これあれですね、音冷機能がありますね、カップホルダーに。すげえ。だからカップホルダーがあったかくなったり、冷たくなったりするんですね。そうすると冷たくなっているときはこう青くなると、で、あったかくしていると、赤くなると。いや、わかりやすい。これ嬉しい装備ですね。これ他の車にも欲しい。そしてサイドのところはちゃんとソフトパッドステッチ付きになっています。で、これを閉めまして、やっぱね、高級車見栄えがいいですね、閉めると。で、このシフトノブですよ、これもごっついな。M モデルなんで、こう青と、ね、赤のステッチがついてますけども、でここに M という刻印がしてあると。で、これがですね、下に引くんじゃなくて横に倒すんですね、 D に入れるときには。で、P に入れるときにはこれを押すという感じになっています。ちょっとね、一癖ありますよね。 R はこれで、左に倒して上にやると R になって、まあ、360度カメラ、そして後退出庫サポートとかも当然ついてます。で、P を押すと。このスイッチは、これは、ドライブロジックエレクトリック出てますね。これ何なんでしょう、これ試乗の時にね、ちょっとセールスさんに聞いてみたいと思います。そして、パーキングブレーキですね。そしてオートホールドはもうメモリー付きとなっています。そしてこの辺がセットアップとか、M モードとか M ハイブリッドとか、いろいろドライブモードのセレクトがついています。そして嬉しいことにですね、最近廃止されがちなクルクルコマンダー、これ
正式名称ちょっと忘れちゃいましたけど、コマンダーコントロールとかだったかな、これもついているということで、まあ、これでね、くるくるやることによって地図の拡大縮小とかね、いろいろできるというのは、これはねありがたいですね。これ絶対ついてた方がいいです。でホームボタンとかもありますからね。そしてその後方ですけども、パカッと左右に開く、センターコンソールになっています。で USB に Type-C がありますね。ちなみに鍵はこんな感じ。これはあの私がいつも乗っている X1 とデザインは一緒ですが、ここがねシルバーかクロームかというような違いがあります。そして助手席の方見ていきますが、いやこのヴィンテージレザーの質感いいですね。ちょっとエイジングされているようなね、単色じゃないんですね。ちょっと模様があるような感じ。そしてルーフライニングなんですが、これがベルベットという素材になっているそうで、本当になんかね、まあ、こういわゆるスエードみたいな感じですけど、ベルベットと、まあ、ヴィンテージレザーのコンビネーションになっているということです。ここに M って書いてありますね。そして、グローブボックスの、オープナーにも加色がしてあって、中を開けるとしっかり機能仕上げされたグローブボックスがあると、でライトも光るというような感じになっています。続いて、ステアリングホイールですけれども、これもいかつい M 専用のステアリングホイールになっていると。握りも太いと。でこれ M1 と M2 っていうね、これなんかあのボタンがついていて、これを押すことによってここでカスタムしたなんかドライブモードとかを呼び出すことができると。なんかここのねメーターの中の表示も変わりますよね。おお、めっちゃいかつい音が鳴り始め上がりましたね。キャンセルするにはどうすればいいんだこれやばばばばっていう音がしてますね。 M モード、これで多分いろいろカスタムできるんでしょうね。ここでスポーツとかねするとなんかきっとえぐいことになるんでしょうね。あ、そうするとメーターとかの表示も変わりますね。あ、なんかそのサスペンションとかの設定とかがどうなっているのかっていうのがねこう分かるようになってるみたいですね。で M ハイブリッドっていうモードがありますね。そうするとハイブリッド、エレクトリック、E コントロールとかいろいろなんかこうプラグインハイブリッドならではのねモードがあるっぽいですね。そしてパドルもついてますが、パドルもですねこれカーボンになっているということで、この辺も肌触りとかもね、裏側もちゃんとなんか赤いのが貼られていたりとかしてですね、気を使われて作られているという感じですね。このパドル自体もね下までこうあるような長いものになってますね。で電動テレスコチルトにちゃんとなってますね。この辺はやっぱ高級車、2000万する車ですから、まあ、ついててしかるべきという感じもありますが、あでもなんかこのステアリングのスイッチ周りはなんかちょっと一世代古いステアリングのデザインになってますね。でこの辺の情報とかをこれで切り替えることができるという感じですね。ヘッドアップか、これはこれで、あこう地図とかにすると、あこっちが地図になったりとか、こういう感じなんですね。ちょっとこの辺はまああのあまり細かくいじる時間がないんですが、いろいろカスタマイズ性に優れた、メーターになっていると。こちらが12インチ、こちらが14インチというようなサイズになっています。でさらにですねヘッドアップディスプレイも、当然完備されていて、これ多分なんか今あのスポーツ M スポーツモードかになってると思うんで、こういうなんかあのタコメーターみたいなね、ものになってますけども、ヘッドアップディスプレイの情報もカスタムできるという感じになっています。で続いて、ステアリングの右側ですが、この辺もカーボン柄になっていて、でバウアーズのスピーカーが見えて、エアコンの吹き出し口があって、あこれねドライブモード変えたから赤のアンビエントライトになってますね。そしてヘッドライト類のスイッチになっています。でその下は小物入れになってますが、機能仕上げされていて、まあ、特にねここに ETC とかが備わるわけではないですからね。 BMW の ETC はですね、まあ、おなじみのここですね、ミラーのここに入れるんですよ。これ初見殺しなんで、これ知らない人はですね ETC カードどこに挿すんだっていうので悩むんですが、 BMW 関係はですねここにミラーについているという感じですね。まあ、それゆえかですね、デジタルインナーミラーの設定はなしと。このクラスであればもうそろそろねデジタルインナーミラー設定してほしいところですけども、 BMW では今のところあのデジタルミラーの設定はないですね。この XM でもなしという形になっています。そしてオーバーヘッドですが、このシャンデリアのように綺麗に光る、LED の、ルームランプになっていて、これ SOS コールもついていると。これを押すとこうベイルアウトしたりとかですねするわけではなく、これオペレーターにつながるという感じですね。そしてルーフがこれまた特徴的なんですよ。これ見てください、これなんじゃこりゃと、開くのと思うかもしれませんが、これ残念ながら開きません。でこういうなんかね、これプリズムルーフだったかなっていう、なんかこうちょっとね凹凸がありまして、こうデコボコしたテクスチャーがあるんですが、そこのサイドのところがこうアンビエントライトでこのように光るようになっていると。まあ、これがまあ新しいこう
屋根のねルーフの演出ですね、まあ、開けばなおよしという感じもしますが、これ開かないそうです。でこの色とかももちろんカスタム可能となっています。続いてバニティミラーですが、ここもベルベットになっていて、開けるとこんな感じですね。当然これも LED ですね、はい、LED の照明がついていて、夜間のお化粧直しもバッチリとなっています。続いて後席見ていきましょう。後席ドアでおそらく施錠とかもできると思います。でドアを開けるとこんな感じですね。いや後席ドアもえぐいな。この辺がヴィンテージレザーになっていると。でこの辺もなんかステッチ付きのパンチングがある素材になっています。いやこの辺の見栄えすごいですね。で窓は当然4枚ともオートで開きます。 100% 開くと、これ素晴らしいですね。で結構大きいこうドアポケットがついてますね。だから結構物入れられそうですね。ドリンクも当然入れられます。でバウアーズのツイーターとスピーカー、立派なものがついているという感じですね。この下は逆にポケットがなくて隠されるようなデザインになってるんですね。この方がすっきりしますね。でカーテンランプもついてる。いやここになんかポケットあるのは確かに合理的ですね。でヒンジは当然ごっつい鋳造製となっています。そしてこちら後席ですよ。これがですねラウンジシートだったかな、なんかベンチシートでくつろげるというのをコンセプトに作られているそうで、確かにめっちゃ立派なシートとなっています。この辺も固定式のヘッドレストになっていると。でこの辺の縫製パターンも凝ってますよね。で座面長も長い。でここにスカーフプレートもついていると。あでサイドシル結構低く設計されているんで、なんか乗降性は悪くなさそうですね。じゃあちょっと乗り込んでみましょう。よいこら。あ確かになんか前席よりも後席の方がだいぶ乗降性はいいですね。でここ掴んでも良さそうですね。なんかで、あ窓開けっぱなしだった。ちょっと窓を閉めて、あここがアンビエントライトで光るんだ。ここも光ってますね。ドア閉めた後はこんな感じ。さらにですね、さっき前席で お伝えし忘れましたが、前席後席とも、はい、イージークローザーもついていると。さすが高級車という感じですね。そして、運転席173の私のドラポジに合わせた状態で、後席膝前は 2.5 個分ぐらいということで、まあ、サイズの割にはめちゃくちゃ広いってほどではないですが、まあ十分広いと。足はまあギリギリ組めるかなという感じですね。で、ポケットもついていて、ここもなんか立派な縫製になっていると。ここは多分なんかアタッチメントでモニターつけたりとかするようなものでしょうかね。ここに USB の Type-C がありますね。そして、助手席側も同じようにここに Type-C がついていて、アタッチメントがあると。そしてシートバックポケットもあると。でエアコンの吹き出し口があって、これねエアコン消えちゃうんですよね、運転席から離れちゃうと。はい、パークエアコンをオンにするというのをやると、はい、運転席に人が乗ってなくてもエアコン作動しました。いやそうじゃなきゃ後部座席にいる人死んじゃいますね。でこのように後部座席でも4ゾーンのエアコンになっているので、左右独立で温度を調整できるという形になっています。そしてシートヒーターはついてますが、シートベンチレーションないですね。いや2100万円するのにオプションでもこれ用意されてなかったと思いますので、ラウンジシートを標榜するのであれば、後部座席に VIP 乗せた時に今日みたいなクソ暑い日、シートベンチレーション必須でしょう。いやこれはついててほしいな。で続いてアームレストですけども、はい、出すとこんな感じ。まあ至って普通というかですね、特にここにスイッチ類とかなんかそのエンターテインメント性のあるものを操作するパネルとかは備わらないという感じですね。ドリンクホルダーがあるだけ。ここはまあ加色されてるんで見栄えは悪くないですけどね。そして、ここを引きますと、4対2対4の分割加工で4人乗ってても長尺も詰めるのはまあいいですね。はい、そして、先ほども言っていた、プリズムルーフでしたっけね。はい、後部座席から見るとこんな感じですね。なんか左右対称じゃないんですね。なんかポリゴンのテクスチャの山みたいな感じになってますけど、まあ、こういう見栄えになると。そしてルーフのところにもこのバウアーズのこうツイーターが、運転席後ろの席にもこう耳の後ろのところからね、音がするようにこうツイーターがついていると。こういうところの見栄えも良いですね。そしてラゲッジも見ていきましょう。はい、当然パワーテールゲートになっています。でラゲッジを開けるとこんな感じですね。なんかカバン入ってますけど、これ何ですかね。 XM のカバン入ってます。あ、充電ケーブルだ。カバン入りなんですね。
そして、ラゲージ容量はめちゃくちゃ広いですね。広角で見るとこんな感じ。十分広いです。でここなんかメディカルキットでも入ってるんですかね。これなんだろう、なんか入ってますね。はい、反対側もなんか開くみたいですね。開けると、あ、ここは開けちゃダメっぽいですね。はい、なんか、そして、ここに、アクセサリーソケットがついていると。でこの下はこんな感じなんだろう。あ、これなんか滑っていかないようにね、なんかシートベルトみたいなのありますね。あ、ここ開かないっぽいですね。この下はなんか固定式で開けられるようには作られてないですね。そして後部座席側に回って後部座席を倒すとこんな感じですね。ラゲージから倒すようなレバーとかスイッチなどはちょっと見当たりませんでした。で、まあ、倒すと、まあ、ちょっと斜面にはなりますけれども、ラゲージスペースを拡大できるという感じですね。まあ、SUV なので、まあ、ラゲージは、ね、結構積載性はありますね。でトノカバーもちゃんとついています。といった感じで BMW の新型ラグジュアリー SUV XM 内外装を見てみましたけれども、いかがだったでしょうか。いや、今までに見たことないモンスター級のSUV だったかと思います。価格もモンスターということで、気になるのはね、 V8 プラグインハイブリッド 800Nm の走りですよね。そのドライブヒール編は次回以降お届けしますので、ご期待ください。車でも何でもね、欲しいと思った時は快適ですからね、好きなもの買って経済回していきましょう。それではあなたの物欲を刺激する車買うチューバーワンソクチューブ、次回もお楽しみに。